はい、高井優太。ニンニク卵王出た出た。俺ね、今このポーズとかなんか見てる、今日は何の企画か分かる。え、何だろう、靴下買いましたみたいな。ああ、そういうことですか。分かってないですか。むしろこのポーズが一番ちょっと吊るしそうになってきた。大丈夫ですか、無理しすぎないでください。どういう企画か分かる、分かんないっすよ。現役の時にどういうウエイトをしてたら、はい、なるほど、ね、例えばベンチプレスとかそういうのはやらなかった。あ、そうなんですか。一切やらない。なんかこう大きな筋肉を鍛えるのはあんまり好きじゃない。おバランスが崩れるから勝手な思い。だからやったことは4つ。なぜこういうウエイトをやったかというと、もうイコールバッティングにつなげたいと。あ、なるほど。それだけなの。じゃあやってみたい。はい、はい、お願いします。で、まずこれが壁とするじゃん。はい、ね、壁とするでしょ。壁はピシッとしときなさい。で、はい、こうやってつま先をこうあれして、はい、このポンピング、はい、なんかつま先に親指に力が入る。これどんぐらいやるんですか。これは現役の時、103セットぐらいやった。で、次に腹筋。腹筋ってさ、こういう腹筋やるじゃん。寝て、寝てね、起き上がって。そしたらさ、上の腹筋しか鍛えられない。やっぱ人間って下腹が大事だから。寝てる。じゃあ俺の手も、足も。もう届かないじゃん。ここまでこう、ほらほら、届かないよ、お前。お前何でも力入ってるんだよ。はい、1、はい、2 3 3 4 5 6。はい、こういう腹筋を毎日30回を3セットぐらい。おお、まあ大体30回というか1回40回入れてトータル100回。これは必ずやってる。あとこうやって膝ついて鉄あれ大体5キロから6キロ、はい、それをここから巻き上げて手で巻き上げて、巻き上げて1回で2回3回4回こういうのを、これも30、100回目処。なぜこうやるかというと、バットの抜けが良くなる、腕の使いが速くなる。腕の振りが弱いなと思った時は、はい、4キロとかしてもいいから早く動かす。そしたらバットの抜けが良くなる。あとは握力、ハの字のやつがある、はい、握力、それを3本か3本だけかす。3本の理由はあるんですか。バットは3本で大体。ああ、そういうことですか。あ、なるほど。だからバッティングに直結をしてるっていう。ああ大丈夫、ちょっとしっかりやろう。大丈夫、大丈夫、しっかりやろう。はい、遊び抜きだろ。いや、それでこの手首をこうひねっといてこうやる。なぜかというと、ひねると握力って弱くなる。外に向けると強い。でもこうやって内に曲げると弱いです。入んない、入れない、入んないですね。入んない。だからこれを使って。おー、すごい、江高さんすごいですね。それをやって、で、まあ週間に 2,3 回はこうやって構えて、鉄あれ4キロぐらい残ってこう空を20回を3セット。こうやってみんなちゃんとしっかり横に、そしたらもう渡り鳥が飛んでいくみたいな感じで、もう最後はもうこんなになる。そのまま飛んでいっちゃったことがある。俺は真剣に伝えてるから。そういうウェイトをやって。これ毎日ですか。毎日。毎日じゃない。ウェイトは基本的に必要ないと思う。はい、なぜかというと、ティーバッティングをする、スイングをする。それで力をつけていく。でもやっぱそれじゃ追いつかないときに、調子が悪くて腕の振りが悪いだと。といったときに1週間ぐらい徹底的にやる。腹筋は毎日やる。あ、もうずっと関係ない。腹筋はやっぱりね、関係ない。腹筋と握力の総合関係ってある。握力が弱いと内臓が弱って、内臓が弱ると握力が弱る。へぇ、だからボールが飛ばなくなる。へぇ、すごい。だからそういう体の仕組み、どことつながってるかとか、そういうことを考えながらやってる。筋トレやったら使った分を休ませるみたいな期間もなんかこうない。こんなさ、ももとかじゃない、赤身の部分ということは、張っても大丈夫なんですよ。すぐ戻るから。その代わりすぐ力がなくなる。大きな筋肉っていうのはさ、力を蓄えればその分力出せるけど、ここら辺は
力を蓄えようと思っても徐々に鍛えていかないと大きくなっていかないんですよ。だからできるだけ鍛える。これはもうプロに入ってから、プロに入ってからトレーニング、まあ安定した成績を収めれるようになってから、はい、考えてます。へえ、すごいですね。例えば中学生ぐらいからずっとやってもいいぐらいの守備だと、今のですね、今のやつで弟子さんと、よし、はい、